の人どうもそうじゃないそうですということで、いやもうね9月になってだいぶ経ったじゃないですか。9月もねもう中盤に差し掛かってる、差し掛かってるというかもう9月もね、もう中盤だと思うんですけども、暑すぎない暑すぎない ?9 月こんな暑かったっていうぐらい暑くて、まだ8月かと思わせてくるぐらいの暑さなんですけども、秋どこ行ったっていう秋って秋待ってるよっていうね感じなんだけど、全然暑いなって、めちゃくちゃ暑いなっていう、夏ですかっていう、まだまだ夏なんですかっていう感じでね、9月にもかかわらずね、今年2024年ももう残り10、11、12残すところ3ヶ月ちょっとということで、今回はですね、まあここまで2024年の下校です。いろんなね出来事ありましたけども、今年残り何があるんやとね、今年は乃木坂46で、まあライブだったりイベントだったり、何が残されてるんだ、何があるのかっていうのをちょっとね、まあ僕の意見じゃないですけど、今年のね残りあの3ヶ月ちょっと乃木坂46どうなるのかで、どうなっていくのかっていうのをね、ちょっと話していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今年の残り乃木坂46どうなるっていうねところ話していきたいと思うんですけども、まあいろんな面からね話していきたいと思うんですけども、まあまずはライブですよね。今年ライブ何があるのかというね、残されたライブっていう感じですけども、まあこれはもうすでにね開催決定してるものをねいくつかありまして、まずは36枚目シングルアンダーライブですよね。こちらも開催決定しててね、チケットの受付なんかもね二次選考も ありましたけども、この36枚目シングルアンダーライブがこの後ね10月から11月にかけて、今回はツアーっていうことでね全国各地をね、巡っていきますよっていう、この36枚目シングルアンダーライブがまずありますと、あとね超乃木坂スター誕生ライブもね開催決定しましたね。先日開催決定しまして、まあこれがね11月2日3日2日間の3公演ということで、これももうすでに決定してますよと。まああとはまあこれはね配信でのライブですけども、11月23日には36枚目シングルミニライブで、こちらがね、開催予定と、開催決定してますよと。こんな感じでライブに関してはもうすでに開催決定しているものが3つありますよっていうね、この先今年ライブ あるのが36枚目シングルアンダーライブ、超乃木坂スター誕生ライブ、36枚目シングルミニライブ、これはもう決定、してますよっていう感じで、でまあじゃあこれ以外何かライブあるのかと、まあ細かいとこ見ればね あるかもしれないですけども、今年何かあるのかって、考えると、まあライブに関してはもう、まあ、今ねこの決定してるので終わりかなっていう感じはしますよね。今年はもうこれでそれ今決定してるので、まあ終わりかなっていう感じがしますね。まあライブやるにしてもね、やっぱメンバーも忙しいだろうしね、特にね年末近づいてきたらより忙しくなるだろうしっていう、でまあその10月11月にはねアンダラと超乃木坂スター誕生ライブがあってっていう感じになるので、まあこれ以外はないのかなって、今年はもうね、ないのかなっていう感じなので、まあその全体ライブで言うとね、もう真夏の草2014がまあ最後でしたよっていう感じで、まあ36枚目シングルアンダーライブはねアンダーメンバーじゃないですか、で超乃木坂スター誕生ライブは5期生っていう感じでね、まあそのメンバー全体で全員こうメンバーが出るライブっていうのは、真夏の草2014が、まあ、今年はラストだったんじゃないかなっていう感じで、もうこれぐらいあるだけで残りね3ヶ月ちょっとで、今年3ヶ月ちょっとでまだまだあるよっていうね、アンダラもあって超乃木坂スター誕生ライブもあってミニライブもあるよっていうね、もう十分すぎるというかっていう感じではあるのがなのかなと思うので、まあライブは今年は残りこれなのかなと、今決定してるものなのかなと思います。で次はイベントですね。まあライブもイベントなんですけどまあそのライブ以外のイベントで言うと、まずはやっぱり36枚目シングルの全国版のね、リアルミーグリとオンラインミーグリはねまだまだ残されてますよということで、まあリアルミーグリに関してはね幕張メッセ一つはね終わりましたけども、愛知の方がねまだ残ってるよということで、まあこのリアルミーグリで、まあ全国版の方のオンラインミーグリもまだまだあるしっていうところと、また、あ、個別ミーグリの方ですね、個別ミーグリオンラインミーグリですけどもの方も、まあ、19月15日がね一番最初の個別ミーグリだったと思うので、まだまだこの36枚目シングルのミーグリに関しては始まったばかりという感じなんでね、でこの個別のミーグリに関しては12月1日がね、最後の日ということに、まあこれが36枚目シングル最後のねミーグリだと思うんですけども、全部合わせてもね最後のミーグリだと思うんですけども、12月1日が最後ということになってるので、まあイベントはね、まあ、多分もっとその限定的に見ればゲームのさイベントとかもあるのかもしんないけど、まあイベントで言うとこれぐらいですかね。まあライブがイベントみたいなところもあるのでね、まあやっぱりミーグリ36枚目シングルのミーグリ
りっていうところはまだまだ始まったばかりなので、今年まだまだね残されてますよと、どんどんありますよといった感じになってます。まああとは次のシングルがどうかっていうところですよね。次36枚目シングルの次のシングル37枚目、シングルが、まあ、発売されるかどうか、今年中に発売されるのかどうかっていうところですけども、まあそのここ2年はね結構こう同じペースで、1年で3シングル発売されてて、まあ去年だったり一昨年は12月にね CD 発売されたじゃないですか。シングルがね、発売された31枚目シングルと34枚目シングルが発売されたと思うんですけども、まあ今年もまあ結構同じペースで来てるじゃないですか。4月に35枚目シングル、まあこれはもともとね3月発売だったじゃないですか。延期されて4月になりましたよって感じで、発売されてて、で8月に36枚目シングルが発売されててっていう感じで、じゃあ次、まあ発売されるとしたらもちろん12月だと思うんですけども、そのここ2年と同じような感じで12月に今年もうワンシングル発売されるのかってところですけど、まあ僕はもうめちゃくちゃ発売はしてほしいんですけど、意外と今年もない可能性もあるのかなって、なんとなく、まあただの勘ですけど、そう思ってて、もしかしたら来年になる可能性、37枚目シングルが来年になる可能性っていうのも結構ありそうかなっていうふうにね、思ってますね。やっぱ発売してほしいはしてほしいですよね。3シングル、1年に3シングルっていうのが、まあまあ普通というか通常っていう感じだと、まあもちろんね、過去見ていったら、2シングルの時もあったのかなと思うので、ここは本当どうなるか分かんないっすね。37枚目シングル、次のシングルが今年中に発売されるのかっていうのは、ちょっとね、分かんないなっていう。そもそも37枚目シングルじゃなくて、そのアルバムの可能性もなきにしもあらずなのかなって、今年ね、今年、2シングル35枚目シングル36枚目シングルプラスアルバムだよみたいな感じもまあなくはないのかなっていう。まあアルバムもね全然発売してないじゃないですか。最後に発売されたのがベストアルバムのねタイムライズが2021年ですから、なのでもう3年ね経ちますよって、もうすぐ3年経ちますよっていう感じだと思うんで、でまあそのね2021年の時はベストアルバムですから、ナスのナンバリングのねアルバムではないじゃないですかということを考えるとね、次フィフスアルバムですかになると思うんですけども、そのアルバムっていう可能性もなきにしもあらずなのかな。まあでもどうなんですかね、もうアルバム今の時代とかわかんないけど、今もう やめたみたいなねやめたみたいな出さないみたいな感じになってる可能性もあるしね。なんでその辺はちょっとわかんないですけど、まあだからでもアルバムだったらね、結構12月とかっていいタイミングのような気はね、するので、7枚目じゃなくてアルバムっていう可能性もなくはないのかなって個人的には思ってます。あとは6期生ですね。6期生がどうなるかっていうところですけども、まあその今年中にお披露目がねあるのかっていうところですけど、まあこれは多分なさそうかなっていう、まあ多分来年になりそうかなって思ってるんですけども、今回の6期生オーディションはその春組と夏組っていうところで2回にね分けてこう開催されてますけども、今実際ねその6期生オーディション夏組の方のオーディション中なのかなと思うので、その夏組のね研修生最終審査が2024年9月29日になってるので、でその後研修期間での最終選考を経て、正規メンバー決定ということになってるので、でまあもう春組の方は多分ね、決まってるのか、るのかなっていうメンバー決まってたりするのかな、わかんないけど、春組の方はもうオーディション終わってっていうね、感じで今夏組っていう感じだと思うんですけど、まあその夏組の最後がね2024年9月29日が研修生最終審査になってて、でそっからまだ研修期間があって、で最終選考があって正規メンバー6期生っていうのが決定すると。でまあその春組と夏組の感じもちょっとどうなるのかわかんないしね。その6期生の前のね5期生の時で言うと、研修生最終審査が9月19日にあったんですよね。5期生オーディションの時は9月19日にあって、で研修期間っていうのが3ヶ月あったみたいなんですよね。2021年10月から12月にあって、で12月に新メンバー合格発表が12月予定ということになっていて、でそっから多分僕たちにお披露目されたのがもう来年だったじゃない、その次の年の2月だったかな、じゃないですか。でまあ結構似てるじゃないですか、日程もね。まあちょっと5期生の方が早いですけど、まあ6期生のねこの夏組との時の似てるので、まあそう考えたらやっぱり研修期間っていうのも3ヶ
月ぐらいあるんだろうし、でまあそっから最終選考があって、でまあ決定してっていうね、6期生っていうのが決定、メンバーが決定して、そこからお披露目までにはやっぱり結構時間かかるのかなと思うので、まあこれは多分6期生に関しては来年なのかなっていうね、感じがします。春組に関してこう先にお披露目されるとかっていうのが、まあ、なくはないですけど、まあでもまとめて発表した方が個人的にはいいと思うんで、その春組も夏組もね、6期生としてこう全員春組で合格したメンバーも夏組で合格したメンバーもまとめてというかね、みんな6期生として同じ時期にお披露目した方がね、発表された方がいいのかなと思うので、個人的にはまあ、あるとしたら春組でこう決定した、春組での合格した6期生が今年中にお披露目っていうのはまあなくはないですけど、まあでも来年なのかなと、6期生に関してはまあ来年なのかな、今年はないのかなというふうに思います。はい、ということで今回はね、今年2024年の残り乃木坂46どうなるのかっていうのね、いろんな面から話していったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあね、こう考えるとまだまだ今年も盛りだくさんですよというかね、ライブも全然あるしね、アンダラと超乃木坂さん誕生ね、有観客だったらあるし、でまあ配信ではねミニライブもあるしっていう、でまあリアルミグリもまだ残されてるしね、でオンラインミグリもあるしっていう感じで、まだまだ盛りだくさん、今年ねラストスパートですけども、でまあそれプラスね、やっぱいろんな細かいとこ見ていけばね、もうメンバーいろんなところに出てるじゃないですか、出てくじゃないですかっていう感じなんで、この2024年ラストスパートもみんなで一緒に盛り上がっていきましょう。はい、ということで今回はこれだけと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでも皆さんと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。